こんにちは、110周年ずっとよろしく豊橋。皆さんこんにちは、豊橋役所 JK 広報室のマッケです。今日は豊橋町歩き第3弾ということで、北側の街道を歩いていきたいと思います。今日は一人なのでインタビューもしていけたらいいなと思ってます。豊橋役所 JK 広報室の豊橋町歩き第3弾の今回は、二川の町を歩きます。東海道53次の33番目の宿場町、二川宿は本陣、旅小屋、商家の3カ所を見られる唯一の宿場町ということで、今注目を集めている場所です。二川駅を出発したマッケが初めに立ち寄ったのは、骨董ロマンジャポンというお店です。こんにちは。いらっしゃいませ。ここはどんなお店なんですか？古美術をね、私が収集してて、まあ、それを皆さんにちょっと見ていただこうかな。骨董品がなんかすごいたくさんありますよね。私が22、3の頃から古いものが好きで、少しずつこう収集してた。それがもうそこそこ量になったもんですからね。見ていただこうかなっていうことで。どんな方が多く来られますか？最近はですね、古美術のいろいろ好きな人たちが、芸術家っていうか、それに携わってる人たちがこう自然に集まってくる。毎日5、6人ぐらい午後には来られるんですね。マッケも骨董品に夢中になっていました。また外には恵比寿大国の常設展示もあるので、皆さんも覗いてみてください。そんなジャポンの脇の道を進むと、次の立ち寄りスポットがあります。続いては JK 広報室メンバーのまよちおすすめの鈴木屋さんに来てみました。わ、すごっ、面白そう。行ってみます。こんにちは。いらっしゃいませ。あ、すごい。いいんですか？いいですか？イエーイこれで買い物します。いやーってなったんですけどだがしの中には当たり券がついているものも。大人でもワクワクしますね。どんなお客さんが一番多く来ますか？そうですね、やっぱり小学生が、中学生で、高校生の方も、もうテスト勉強で半日になるとちょっとこう寄っていただける、帰り道がね、ここの前だとね、その時はちょっとやっぱり嬉しいですねなんか常連さんが、ここなんか名前がたくさんあるんですけど、やっぱり多いですか、常連の方？そうですね、この子たちもやっぱり時間ができ明けば、こう来てくれて、あ、俺描いただ、私描いただって思い出して、ね、また盛り上がってくれてますけどね自分の子供さんができてから、子供を連れながら、来てね、お子さんと一緒にお買い物を。そうです、いいです ね、ね、そういう時は、あ、面影ありますとか言いながらねちょっと昔の話も出ることね、ありますけどね。地域に愛され続けおよそ35年の鈴木屋さんは、子供だけでなく大人にとっても懐かしさを感じられる
魅力の詰まった駄菓子屋さんです。街道歩きの際にはぜひ立ち寄りたいスポットです。あー楽しかった。ちょっと休憩してきます。二川宿本陣資料館では現在ひな祭りを開催中。そんな本陣で今回のお目当ては ありました。抹茶行ってきます。こういう雰囲気の中でなんかすごいお抹茶をいただくのはいいなと思いました。江戸情緒あふれる本陣内でゆっくりとお抹茶を味わうことができます。ここで来場者にお話を聞いてみました。いや初めてだったんですけど、すごいいろんなものがあって説明とかも書いてあって面白かったです。どうだった？これ見て、お雛様見た？すごい？昔の人みたいになったみたいな。重たい？帽子。重くない？軽い。軽い？続いてやってきたのは、平成27年11月にオープンした松下駒屋。実は今、豊橋役所 JK 広報室ゆかりのものが展示されているんです。あ、これです。JK 広報室がプロデュースした福寄せびなです。ノンホイパークとゴミゼロ運動をイメージして作りました。これメンバーみんなで作ったりプロデュースしたりしたんですけど、はい、何か反響はありました？一番ねパッと見て正面に置いたんで、はい、皆さんが最初にまず見てくれる。あで、実は一番人気があるのが自撮り棒。自撮り棒やっぱりそうですか、はい、そうです。 JK らしさを入れてみたんですけど、はい、これはものすごい人気です。本当ですか、うん、でこれを見てそういう同じようなのが奥にもあるっていうことで皆さん上がっていただけるようになった。いいですね。非常にいいです。そして駒屋にあるカフェ蔵カフェ駒屋にも立ち寄りました。このカフェのおすすめは何ですか？はい、まず一番のおすすめは、はい、150年経ってる蔵、はい、の中で、飲食ができる、はい。で、一番人気は今ランチです。ランチ、ランチは残念ながらあの数量限定でちょっと遅い方は皆さん食べれないという形になってしまうんですが、はい、いつ来ていただいても一番の人気っていうのがここにある、はい、豊橋紅茶。紅茶、はい、はい、これはこのすぐ近くの、農園さんで豊橋で作ってる紅茶。へえ。美味しいですね。甘いです。ありがとうございます。でこれ非常にあの、はい、ちょっとお高いんですけど、まあ、見ていただいた通り2杯飲めますので、はい、かなりお得になってます。はい、色が綺麗ですよね、なんか。そして石巻の柿畑で作ったこんにゃくを使った味噌田楽です。うん、美味しいです。ありがとうございます。なんかしっかりしてますね。あのこんにゃくが硬いです。すごい。美味しいです。最後は米ジュースです。どんな味がするんでしょうか。なんか乳酸菌飲料みたいな。そうですね。あのまあ皆さんで一番わかりやすく言うとちょっとカルピスに似てるかなっていう。うん、だからお米を全部こういう処理をして最後にレモン。あ、レモン。うちはあのレモンの商品が非常に多いんですけど。無農薬レモンを垂らしてあります。すごいさっぱりして、はい、美味しいです。これちっちゃい子でも飲めそうな感じです。小さな子からお年寄りまでもちろん JK も楽しめるスポットがたくさんありました。古い街並みもとてもたくさんあるので歩いて散策してみるのもいいかなと思いました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。ハロー。こんにちは。110周年ずっとよろしく豊橋。